はい、こんにちは。こんにちは。今日は樹木太郎の、はい、樹木太郎の振り回し練習。振り回し練習。振り回されます。振り回してる。普段そういう練習をしたりしてるのかな？最近始めて。始めやっぱり試合やってるとどうしても横の動きが弱くて、うん、しっかり返すことができないんですよね。振り回されてバランスを崩す。でうまく返せなくて、たとえ返しても次のバランスがもう崩れてるんで次に行くことができなくて、うん、逆取られちゃったり。そうですね。で試合になったら左右振られるボールしかほとんど来ないですからね。振り回されてバランスを崩しちゃうとかカウンターで逆を取られちゃうとかっていうのだったらボールのペースとかも考えながらやった方がいいかもしれないですね。ボールのペース、はい。振り回されたのに速いボールを打ったら、はい、オープンコートができてるわけですよね。そこにバンって打たれてまた打って追い込まれるようになると今度そのオープンコートをカバーしようと思って焦るじゃないですか、はいはいはい、そうすると逆をカウンターで取られて取れないとか、はい、っていうのになってくるんで自分のボールのペースをちょっと遅くして、うん、こうちゃんといい位置で待てるように、うん、でその次のボールはエース級のボールが来ないぐらいの深さとか回転のボールを打つっていうのを振り回しの中で練習しとかないと、ただ振り回されて一生懸命打ってるだけだと相手はカウンター取り放題だったりっていう風になりやすいですよね。その一本でかなり押せるようなボールだったらいいんですけど、はい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 、っていう感じですかね。なんか、へえと思っちゃった。何のための振り回し、どれを覚えたい振り回し練習、はいはいはい、ですよね。ただひたすら体力をつけたいだけなのか、まあそういうのも時には必要でしょうけどね。諦めない根性をつけるの。じゃあとりあえずちょっとやってみましょう。はい、
とこっちに深いボールが来た時は大体ミスしちゃってるから、そのボールを深く山なりでいいから受けて相手コートに入ってまたいいポジションに行くっていうのを覚えると、こっちにやられた時にその1本でミスして終わりじゃなくてさ、今思って分かったっていうか、振り回しで動かされて戻ると、で戻る時に相手がもう打つ時にはしっかり止まって、あれですよね、どっちにも行けるようにっていうことでしょ。そう、試合と同じ展開ですよね。で走らされたとしてもこれはいけると思ったらカウンターでバーンってストレートに、ショートクロスバーンっていったりとかっていうのを混ぜてから試合ただ返すだけ。なるほどね。確かに塾太郎こっちに大きく振られた時あれだったね。はい、結構こっち側に引っ張っちゃって、サイドアウト、おお。そしたら今度こっちで待ってて、こっちに深いの出して、それを走ってミスしない練習を何本かやれば、こういう感覚なんだっていうのが分かれば、すごい。さあ、浦さんコーチっぽい日本一いいコーチ自称ですなんか真面目にレッスンらしいレッスン初めて見た気がする